教養市民層は物質的な豊かさよりも教育的な基盤を重視し子供たちの教育を重視した。教養市民層は18世紀中頃のドイツに現れた高等教育を受けたブルジョワジーからなる社会階層であり理想主義な価値観の古典古代の教養に基づいた教育理念を有していた。近代のドイツにおいては小ブルジョは教養市民層はより富裕であるが 教育水準は劣るダイブルジョア層と階級的な緊張関係にあった。教養市民層という言葉は18世紀半ばのドイツに登場した社会階層を指す言葉であった。この階層は自らを人文学、文学、科学の教育及び国務への参与によって他の階層との差別化を図った。経済的に富裕ではあるが貴族ではない階級として、 まず帝国自由都市で頭角を表した。彼らは物質的豊かさ、社会的地位、フンボルトの教育理念によるより良い教育を獲得していった。文化や教育など教養思想は人間の完全性、特に個人の潜在能力は古典教育を通じて顕在化できるという信念によって形成されていった。後期の絶対王政の国家統治においては、 多くの教育ある管理が改革を実行するのに必要だった。フランスにおけるような暴力革命を回避するために文化的教育ひいては政治的地位にアクセスし得る国民の階級が組織された。結果として多くの教育機関が樹立され、ドイツにおいては際立って多かった。フンボルト大学を含めてドイツにおいて見学された大学軍は 他国の近代大学のモデルとなった。この新しい階級は主に政治的、経済的に有力とはみなされず、主に文化面で注目された。ドイツの技術的、学術的、経営的発展は、教養市民層の力に負うところが大きいと、しばしば主張される。ナショナリズムの起源は自由主義思想にあるが、教養市民層は往々にしてリベラルな政治勢力に、区民したため、 彼らは新橋は国民国家樹立の前衛となった。1870年代までには、教養市民層の大半は、その進歩的な自由主義思考を失っていた。ドイツ文学者のクラウス・フォンデンクによると19世紀末の教養市民層には、以下の傾向が認められるという。18世紀においては、大学教員、義務のジ務教員、医師、薬剤師、放送、 プロテスタント聖職者、技術者、高級官僚などのアカデミックな職業が、教養市民層を強く代表していた。ドイツにおいては、商業階級としての所有市民層が1850年代以降の工業化によって影響力を強める以前から、教養市民層が影響力を行使していた。フランスとイギリスでは、新興ブルジョアジーが政治的ヘゲモニーを握り、 その経済力を根拠に政治的影響力を伸長させていった。ドイツにおいては、ブルジョアジー階級の形成は1800年代の前半にのみ起こり、政治的に活発化した。それは失敗したにもかかわらず、ドイツにおける1848年革命において重要な役割の果たした。共用市民層という言葉と結びつけられる人物の一人はトーマスマンである。 共用市民層は、ワイマール共和国におけるナチ党の台頭にも重要な役割を果たしたと考えられている。第二次世界大戦後の東西、ドイツ及びその後の統一ドイツにおいては、各学問分野の専門文化が進み、共用層が、共有地としての古典的共用が失われたことや、高等教育の大衆化によって、客観的な階級としての共用市民層は消滅したとされる。 The Future of Market Transition ケビン・ティー・ラ・イクと教養市民層からナチズムへ比較宗教社会史の試み名古屋大学出版会ありがとうございます